さあ、行けよ行けよ、義継。はい、俺が青柳はじめ役の松岡義継出す。出したら出す、出せって。よし、いいぞいいぞいいぞ、義継。これが本当殴るよ、俺本当殴るぞって。お前らいい加減しろよ、義継。出ただけじゃねえか、出ただけじゃねえか。いいですか。出ましたよ。いいですか皆さん。出ただけってあるんですか。出ただけで何もしないって。誰だろう、誰だろう、誰が押してるだろう、誰が。あ、僕ですか。そうなんです、僕なんです。だから、そうだろうね。だから、ゲームのルール分かってる。はい、いや、それがですね、はい、大変なんですよ、大変なんですよ、青柳って、おい、何複雑にしてんだよ。後ろからでいいよ、これでいい、これでいい、あと、まっすぐ俺を見て喋ってるけど、お客さん見て喋ってね、あ、そうなんです。青柳がですね、青柳は、一期の頃とどこに行くんですか。誘い出された一期の頃と、もう誰ですかっていうぐらい変わっていて、そうだよね、はい、俺をまっすぐ見るんじゃねえ。俺をまっすぐ見るんじゃねえ。すいません、いや、そうなんですよ。だから、びっくりするんですよね。びっくりして、はい、で、そういう、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと見込みみたいみたいな、心細い、ワンちゃん、ワンちゃんだ、ワンちゃん、心細い、前見て喋ったよ。はいはいはい、何あの、かなり、あの、髪の色も長さも形も目も変わってるんで、形も目も変わって、はい、だったので、あの、ちょっと、まあ、あの、副キャプテンとして頑張っていかなきゃいけないなと。なんで今息が上がってるの。ちょっと、あの、怖い。わしが怖い。俺は怖くないよ。普通に質問してるだけじゃん。でもね、さっきからずっと手が震えてる。マイク持ってるというか、微妙に震えてる。はい、皆さん、右見て、左見て、前見ていきましょう。青柳はじめ役の手が震える。青柳はじめ役のはじめから全開だよ。誰誰だって。松岡くん、ちょっと帰ってきた、はい、嘘でしょ。大丈夫ね、後輩、まあ、たまたま一番下だけども、この現場では後輩はやっぱりちょっとピッとしちゃうよね。そうですね。以上ですか、納品。あ、いえいえ。そうですね、で終了ですか。理解してあげてください。いや、でも育てる派だな、君は。やっぱりこう、ペダルの現場って、やっぱこう、エースの方がこう、何人もいるじゃないですか、だから、やっぱこの現場、エースね、みたいな。この子が言いまして、この子が言うたんです。温かい拍手を。よかったね、感動した。この3人が彼役として今回の現場では上司をやった。うん、やってましたね、やってま、あと宮田さん、そうですね、杉本くん。なるほどね。でもやれって言われたらできるでしょ。おっと来たよ、出ろで、出ます。う、ね、どうすればいいんですか。女の子やって、女子で一言喋ったらこのコーナー終わり。よしこ、大丈夫よ、できるできる。綺麗に落ちたらこのコーナー終わりですから、頑張って。応援してね。聞いたことあった。聞いたことあるやつだった。ありがとうございます。では松岡くん、はい、皆様本日は本当に本当にありがとうございました。あの、皆様のおかげでですね、まあ、第4期ということで、いやー嬉しいですね。うん、いや、この嬉しさっていうのは本当に4期のパワーをですね、こう皆様にちゃんとお届けした時にですね、僕も下野さんと一緒に姫姫言いたいと思います。そしてまた何回も
純太純太って言いたいと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。